ミハです。今回はですね、うまいと感じるイラストのポイントっていうのは3つだけですよっていうお話をしていこうと思います。まあね、人によってあのイラストのね、うまい下手とかっていうその境界線とか価値観っていうのは本当に人それぞれなので、あくまでまあ私がね、今までいっぱい絵を見てきて感じた、あ、この人これ絵うまいなっていうような共通点っていうのをね、3つに絞ってみたので、まあよかったらね、参考にしてみてください。まあポイントをね、先にもう3つ言っちゃうと、インパクトがある絵で、2つ目は構図ですね。視線誘導がされてる魅力的な構図で、3つ目が、バランス、色合いのバランスですね。まああくまでね、絶対この3つがあるからうまいんですってないんですけど、まあ私が思ったうまいっていう境界線なんでね、まあそのあたりはあの、まあ頭のね、片隅にでもね、置いていただければ嬉しいかなっていうふうに思います。まあまず一つ目から言っていくと、インパクトがある絵。まあこれはどういうことかっていうと、まあ遠近法が強かったりとか、スピードを感じられる、まあアクション映画みたいな、ね、ちょっとあのスピード感があるような感じのイラストっていうのは結構、あ、この人の絵はうまいなって思うことが多いかなっていうような印象がありました。まあどういうことかっていうと、この遠近法ですね、手前が大きくて後ろが小さいっていう、この遠近のパースが思いっきりつけられているものっていうのは、まあ、私の中でね、このうまいなって思う、感じる要素の一つでもあります。なのでね、私もあの昔もね、こう頑張ってね、遠近法をつけた絵を描いたりとかねしてたので、まあ、まっすぐ立っている絵よりもこう手前にグッと来て後ろにこうスッて引いているような、その強い遠近法がある絵っていうのは、まあ、インパクトが感じられてね、いいかなっていうふうに思います。あとは筆のタッチが分かりやすい、こう大きく描いてる絵の、なんて言うんだろうな、その細かいところは細かく描くんだけど、大きいところはこういう筆のタッチがしっかり入ってる、まあ油彩とか特にそうですよね、筆が結構しっかり見えてるっていうのはインパクトがあってね、素敵だなって思う絵が多いですね。で、二つ目のポイントは魅力的な構図。まあこれもね、構図の相談っていうのも結構されますね。私的には視線誘導がもうあのあらかじめね、考えられて描かれてる絵っていうのは、あーうまいなっていうふうに思うことが多いですね。で、まあそもそもね、視線誘導とは何ぞやってことなんですけど、まあその字の通りですね、視線を誘導する流れが生まれている絵、まあイラストのことです。私もね、よく描いて、まあさっきのね、これ半径なんですけど、絵で言うと、こう手前が大きいことによって後ろにね、先に手に目が行きますよね。手に目が後ろの方の顔とかね、手足とかを見てるっていう感じで、まあ視線誘導、見る人のね、目線をコントロールするって感じですね。まあこれはデッサンとかでも一緒で、あのこのハケとかのデッサンでも手前が一番描き込まれているので、手前に目が行きますよね。で、次に軍手かなっていうふうに目が行って、で、懐中電灯でテープみたいな感じでね、こう順番に 1,2,3,4 みたいな感じで、まあ目線を誘導する絵です。まあもちろんね、人によって本当に見方は人それぞれなんで、え、最初にテープに目が行ったんだけどとかね、懐中電灯に目が行ったんだけど、人も多いと思いますね。まあ、ただ、視線を誘導する構図であるかどうかっていう感じですね。まあ、そもそもじゃあ視線誘導ってどうやればいいのかっていうと、まあ、私の中では視線誘導の作り方っていうのは結構簡単で、書き込みの量の違いによって生み出せるっていうふうに思っています。なので、まあ、一番初めに見てほしいところをがっつり書き込むんですよね。例えばこう、1,2,3 ってあって、一番初めに見てほしいところが一番手前のもの、物体だったら、手前をめっちゃ書き込むんですよ。まあ、さっきで言う手とか、あと、ハゲとかの部分ですね。ハゲをしっかりつけたりとか、ちょっとコントラスト強めにしたりとかね、黒いところは黒く、明るいところは明るいみたいな感じで、コントラストを強くして描いて、書き込み量を増やす。2番目は、書き込むけど、まあ1番目ほどよりは、まあ書き込まず。で、3番目は、こう、後ろにね、流れていく線で、こう、スッてね、なるような感じにしてあげると、その書き込みの量で、こうね、人は見る目、こうやって見てると、こっち行って、で、こっち行ってこっちに見るみたいな、この視線を誘導する、ここ最初に見て、ついこっち見て、こっち見て、まあ、後ろの空気に流れていくっていうような感じなので、まあ書き込みの量の違いによって、まあ生み出せるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。まあコントラスト強くしたりっていうのもその一つの方法でもあります。で、コントラスト強くするっていうのは、まあ三つ目の色合いのバランスに入ってくるんですけど、さっき言ったように一番目立たしたいところはコントラストを強くする。例えばどういうことかっていうと、私の絵だとこの羽の生えた少年のところのこの背中と羽の生えた部分あたりを一番コントラストを強くしてるんですよ。つまり普通に濃い黒に近い色と明るい肌色っていうこのコントラストの境界線がしっかりしてるので、まあ、そこにまず目が行くと。なので有名なね、あのマクドナルドとかだと、マクドってあの黄色と赤ですよね。で、あれって黄色が明るいし赤は暗いんで、そのコントラストが強いんですよ。だから結構目立ちやすい、遠くの方にドライブするとか遠くの方に見ててもあ、マクドあるみたいな感じで目立つ色合いになってるんですよね。なので目立たしたいところは本当にこんな感じで、この境界線をはっきりさせてあげるっていう意味で
でコントラストを強めてあげる。で、この絵だと、あの、背中とかね、生え際あたり、翼が生えてるところあたりを一番強くしたかったので、一番最初に見て欲しかったので、私はこうね、一番コントラストを強めにしてますね。で、その次に、まあ、羽あたり。羽と、この木の枝のところを濃くして、まあ、あとはね、後ろの方はこう、スッと逃がしてあげるようなイメージで描いたりしてます。はい。なので、まあ、私が思う上手いイラストのポイントなので、もちろんね、いやいや、こういう絵の方が上手いよっていう意見たくさんあると思いますね。なので、まあ、とりあえず一つの参考とかにしていただければいいかなっていうふうに思うんですけれども、まとめると、まあ、インパクトがある絵、アクションとかね、躍動感、遠近法がある絵っていうのとか、あとは構図、視線誘導ができている構図。この作者さんはここを最初に見てほしいんだなっていうのに、ね、その作者の意図がね、ちょっと徐々にこう伝わってくるような絵っていうのは、ああ、それはうまいなって思ったりもしますね。あと3つ目が色合いのバランスですね。さっき言ったね、コントラストを強めるとか、補色とかがね、いろいろ考えられて塗られているかとかっていう点を見て、ああ、この人はイラストうまいなって思うポイントかなっていうふうに私的には思うんでね。はい、じゃあそんな感じで今回は終わります。他でもね、あの実際にじゃあどうやって絵描くんだよとかいうところもやってるので、まあよかったら参考に見ていただければ嬉しいです。そんな感じでありがとうございました。